おはようございます。今から顔を洗ってきます。これで顔を洗います。アルビスのユーウォッシュで洗います。これは私の得意な泡立てです。もふもふ。もふもふしてます。こんな感じでできたら。よいしょ。もふです。洗いました。さっぱり、さっぱりです。よいしょ。では次はお化粧します。はい、では化粧水をつけます。こちらオルビスユーローションです。はい、染み込ませる感じでつけます。そしてこちらオルビスユーモイスチャー、これをつけます。美容液ですね。保湿液私はいつもこの口元と目元に重点的につけています。朝はこんな感じかな。はい、あ、そしてリップクリーム、いつも枕元にもリップクリームを置いています。友達がくれたやつ、いつも寝る前にもつけてるんですけど、メイクの前につけてますそして化粧下地をつけます。これは限定のデザインだ。下地を塗ります。結構薄いメイクが好きなので、下地も、下地はつけるんですけど、結構薄めにメイクしていきます。このキャンメイクのコンシーラー塗ります。なんか日差しが弱まった。日差しが強まった。私はこのクマが結構気になってるので、クマを消していきます。唇の周りもちょっと荒れてるので、この辺もコンシーラーで小指でなじませてますこんな感じ
日差しが強まってきた。はい、こんな感じで下地は終了です。はい、でファンデーションするんですけど、どうしようかな。今日は薄めに行こうと思うので、このままパウダーファンデにします。私はいつもパウダーファンデがを仕上げにつけてます。なんかじゃないと結構カバーできないことが多くて、パウダーファンデ愛好家です。お肌もねあんまり強くないので、こんな感じで気になるアラを、なんかカメラだとすごい気になっちゃうの、隠していきます。ベースはこんな感じでかな。眉毛はこれを使ってます。パウダーあんまりキリッとするのが好きじゃなくて、好きじゃないっていうか似合わないんですよね。だから結構ぼかして、なるべくぼかして使います。保湿ができてる時の方がよく描ける眉毛。はい、眉毛ができました。じゃじゃん。はい、ということでアイシャドウをしていきます。この辺に白をで、薄いブラウンを出します。なんかこれもちょっとパッケージが割れかかっているのでこのままいきますが、ケイトの、カラーシャスダイヤモンド使ってます。ピンクも入ってるんですけど、今日はピンクなしでブラウンだけでやります。こんな感じでグラデーションになるようにしてみました。ちょっとこの辺にこんな感じかな。アイラインはこのプロフシのかな、モテライナーリキッド。太く引くのが好きなので濃くならないようにブラウンにしてます。これはちょっと近くで、おまつげとまつげの間になるべく入るように。右目が完成しました。そして左目、はい、完成しました。下は引かないようにしてます。普段は。そしてこちら資生堂のビューラーでまつげを上げていきます。あんまりギュルンと上がりすぎないようにしています。あ、これはオペラのマイラッシュアドバンスト漆黒を使ってます。あと下まつげは塗らないようにしてます。普段こんな感じです。顔が出来上がってきました。チークが、ここがすごいレブロンの、チークはね私すごい欠かせない存在なんですよね。顔が顔色が悪く見えちゃう。ちょっと濃い目に、濃い目に
しっかり乗せてきます。はい、こんな感じですかね。そして、まあ、リップをちょっと塗ろうと思うんですけど、リップはすぐ取れちゃうので、最後に髪の毛やってからにしようかなと。一応メイク、唇以外メイクもこんな感じで終わりです。コンセントが届かなかったので場所を変えました。内側から巻いていくんですけど、いつも横着してシュッシュで上げて巻いてます。強く巻いていきます。それで立体感というか、はい、そして前髪はアイロンの方で伸ばしながら巻いていきます。ひとまず完成です。髪の毛にワックスもいつもみんな使っているプロダクトもちょっとだけ先にもケープ、はい、ということで着替えてきます。着替えました。ちょっと夏っぽい感じで仕上げに大きめのピアスでもして、こんな感じで朝にこちらのオルビスのディフェンセラを飲んで出かけたいと思います。こんな感じ。これを飲むとですね、だいぶ水分が摂取できるので、乾燥している私にとってはとっても味方のものですね。これを水なしでも飲めます。いただきます。とっても飲みやすいです。むしろ飲みたいなって思う味はい、では仕上げにシャネルのルージュココ薄めに大好きなんですね。あ、これなんだっけ、あ、なんか消えてる、あの、これですこれを使います。これなんだっけ、商品名、はい、これでちょっとツヤを加えて完成です。いきます。